つむぎちゃんと僕とは幼稚園の頃からの付き合いなのだ。たまたま家がご近所だったのだ。小学校に入る頃になると、女の子は女の子と、男の子は男の子といることが多くなっていったけど、明るく活発で分け隔てなく誰にでも優しいつむぎちゃんは、異性の僕とも相変わらず一緒に走ったり飛んだりして遊んでくれたのだ。そしてつむぎちゃんはいつしか僕にとって特別な女の子になっていたのだ。中学生になると僕はつむぎちゃんの短パンやスカートから伸びる綺麗な足やゆで卵のように丸みを帯びてきたお尻をちらちらと覗き見ては気づかれないように目を離すという行動を繰り返すようになっていたのだ。なんで気づかれたらいけないんだろう。でも気づかれたら嫌われる気がする。なんだかよくわからないけど、こうして覗き見るのはとても汚らわしいことのような気がする。でもどうしてもやめられないのだ。つむぎちゃん、つむぎちゃん、つむぎちゃん、苦しいのだ。つむぎちゃんのことを思うと胸がキュンと締め付けられて、チンチンが破裂しそうなほど膨れ上がって、とても苦しいのだ。涙が溢れてくるのだ。ずんだもん、お前つむぎちゃんが好きなのか。お父さん、な何を言っているのだ。つむぎちゃんはただのお友達なのだ。そうむきになるなよ。中学生にもなれば異性に興味を持ったり恋をすることは自然なことだ。お父さんもそうだった。恥ずかしいことじゃないんだよ。お父さん。ずんだもん、お前最近自分でパンツを洗ってから洗濯機に入れているだろう。ギクギクギク。それは。お父さんはとても嬉しいんだ。お前が少しずつ大人になっていることがな。ただだからこそお前に教えなければいけないことがある。それは恋愛には順番があるということだ。一番初めにしなければいけないことは自分の気持ちを伝え、相手の気持ちを確かめることなんだ。それをすっ飛ばしたら絶対にダメだぞ。順番を守らなければ自分も相手も深く傷つけることになるからな。お父さん。どうだ、ずんだもん、つむぎちゃんに告白してみないか。告白なのだ。お父さんがつむぎちゃんを呼び出して二人きりにしてやるよ。でも僕。勇気を出せよ、ずんだもん。はっきりと自分の気持ちを伝えなきゃ。絶対にその先には進めないんだぞ。今みたいに遠くから盗み見て自分のパンツを汚すだけでいいのか。お父さん、分かったのだ。僕頑張るのだ。そうだ、その息だ。翌日。こんにちは、ずんだもん。アンシに話があるんだって。つむぎちゃん、その何。はっきり言ってよ。言わないとわからないよ。僕つむぎちゃんのことがずっと前から好きだったのだ。僕と付き合ってほしいのだ。ずんだもん。ぐすんずんだもん、ちゃんと言ってくれてありがとう。でもごめんね、アーシ。今他に付き合っている人がいるんだ。ずんだもんのお父さんだよ。はっはっは、残念だったな、ずんだもん。つむぎちゃんは5年以上前から俺と付き合っているんだ。まったく笑いをこらえるので必死だったよ。泣きそうな顔でブルブル震えてやんの、こいつ。ガツハツハハ。もうパパさんったら、ずんだもんに意地悪しすぎ。アーシ、かわいそうになってきちゃったよ。でももともとはつむぎのアイデアだろう。ずんだもんのやつ絶対つむぎに惚れているから、からかったら面白そうだって言ったじゃないか。そうだけどさ。プップップ。ずんだもん、そういうわけだ。つむぎのことは諦めろ。まあとはいえ俺も鬼じゃない。お前にも少しだけいい思いをさせてやろう。俺たちのセックスの見学だ。ずんだもん、
いつもアーシの下半身をこっそり見ていたでしょう。バレバレだったし、マジでキモかったよ。でも、今日は堂々と見て、いっぱいしこっていいからね。紬とは散々やりまくったからな。そろそろ新しい刺激が欲しかったんだ。アーシさ、キモい男の子に見られながらするの、前から興味があったんだよね。はっはっは、とんだド変態だな。よし、早速始めるぞ。キャッ、もう、パパさんったら激しいんだから。うおー、ファイヤー。